国民民主党は大きな決断をさせていただきました。予算への賛成、あるいはそれをもとにして政府に対して私たちの政策を実現するように要求する新しい政策の実行スタイルを今私たちはチャレンジをしております。国民民主党の政策を多くの県民の皆さんに知っていただいて、応援していただいて、一緒にこの政策を実現することがまさに今日本がやらなくちゃいけないことなんだ。私がこの千葉県の隅々の有権者、県民の皆さんにもっと給料が上がる経済を、景気が良くなる日本を、これを一緒に実現しようじゃないか、これをぜひですね、伝えていきたいなと思っています。今私たちが一番感じているジレンマは何か。もっと私たちに力を与えてほしい、議席を与えてほしい。同じ実現するにしてももっと早く実現するし、もっとたくさんのことが実現できると思うんです。でも私たちはまだ力が小さい、力がない。だから一つ一つの選挙を通じて県民の皆さん、国民の皆さんに我々に力を与えていただくしかないんです。今日は国民民主党千葉県連の皆さんと街頭演説をしたり、トークセッションしたり、また県連の大会にも参加をさせていただきました。街頭演説会場でもですね、非常に若い人が話を聞きに来てくれていましたし、県連代表の磯部博和県議会議員もですね、40歳ということで、非常に若い政治家であります。一方で逆にですね、不安もたくさんあると思います。所得の問題、また結婚子育ての問題、こういった声をですね、ダイレクトに受け止めて、それを政策政治に反映できる、それが国民民主党だと思っていますので、今日改めてそういった若い人たちの声もですね、働く人たちの声、こういった声をしっかりと伝えていく政治を先頭に立ってやっていかなければいけないな、そんな思いを新たにした一日でもありました。